俺の名前はピオキング。今日はこのコースをやってくよ。いつもと変わらずトロールコース、変わり映えなくごめんなマンス、ゴープンゴープシャープ2。この意味全くアイドンの、いくつかシリーズ化してやり、やったことあったらごめんなマンス。でもアボツン神子製造機、それに対する俺狂気、いつまでやるんだこの回帰。それじゃあ早速やってくよ。クリア率は 2.22、 意外とイージーなんじゃない。兄ちゃん姉ちゃんパパママよ、こんな大人になるなよ。でも50コイン取ると幸せになる。左上のブロックは何もなくさ進んでこうと思ったら、バウブロックに邪魔される。そして仮面に襲われる。ガイマックウルトラマン、あの何も言わないでもらっていいっすか。いやリクエストでさ、こんなんやってくださいってなかったんだよね。ああ多分今ので初見の方 80% は逃げたとか。まあいいか。まあ今のオープニングでついてこれない人はきっとこの先もついてこないでしょう。初見の方にマジで優しくねえなこの動画で。これからのコーナー普通取っちゃっていいの。取っていいね。ヒップドロップして一周エンジを倒す。あだー。そして私、共感性羞恥心がすごいって言われるんですよ。まああんなオープニングを作ってれば致し方ないかなと思います。いやここはキノコでできたね。激アツなんでねえの。さあ上に行こう。いや左は絶対違うよな。さあここのパワーブロックを叩きます。左下すげえ怪しい。あそこ降りるのが正解とかそんなんあるかな。この上はてめえ。悔しい。パスワードジャンプしたからそうなったのか。一番右は、一番右はウルトラマンね。ウルトラマンが出てくる前にあの花を行けろ。コメントでもよく言われるんですけど、初見の方に優しくない動画ですねって。じゃあさ、初見の方に優しい動画って何。例えばよ、あここの土管右入れません、青の土管は全部入れませんね。じゃあ緑の土管入っていきましょうか。いやこんなんでいい。これさ、初見の方に優しいかもしれないけど、もうゲーム実況っていうかゲーム説明じゃん。状況説明みたいだ。かい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 。いや本当に面白い人っていうのはわざわざ大声なんか出さなくても、淡々と面白い言葉を喋り続けれる人なんだろうなって思いますよ。例えばこのピースイッチを叩いた。バレトラマンか。またお前正義の味方じゃないのかよ。いや10秒だ。10秒耐えたら僕の勝ちでいいだろう。できるか。で皆さん、僕はここで気づくことができました。このコースやったことがありますね。昔すいません、やったことがあって、でもね罠とか全然忘れちゃってるから。こういう風にね。なるほどね。だからここに針があんのか。だからこの針に当たってチビになっていけっていうことだと思いますよ。でちょっとごめんね、真面目な話するんだけど、このゴープンゴープ、いろんなシリーズ化してあって、マジでどれをやったことがあるか忘れたのよ。確かね、どれ。いやこれちょっとさっきとまだ変わってる。この方の作るコースってマジで面白いからさ、ゴープンゴープシリーズを全部制覇したいんだけど、喋らせてくれって。話が全く進まんて。あ、わかった。トークに集中するためにプレイをゆっくりすればいいんだ。さあだ、それでいこう。だからこのゴープンゴープシリーズ全部制覇したいから、また被りがあるかもしれない。さあ時はマジでごめんなさいね。コロナで腐ったキノコが。なんかさ、以前もここの場面の罠全部引っかかったような気がするんですよ。今回も全部引っかかったじゃない。じゃあいらないよな、あの記録は。さあドアに入っていこう。中間は中間あるで。僕は何もしないぞ。何もできねえよ。もう分かったもんね。何が。そうやすやすと何度も引っかかると思うな。てめえの考えなんてお見通しなんだよ。どうもバカです。じゃあどこに逃げればいいのよ。ここは上か。こっちしかないもんだ。あ、これもしかして床ないんじゃない。なるほどね、そういうことか。てっきり上に床あると思い込んでたって。いや面白い発想だね。あれもここは僕何もしなかったらダメって言うのは分かってるんだよ。下にレールがあったのが見えたよ。さあこのハテナブロックを叩いていこうか。え、これかぶってんじゃない。警戒しろ。中間ポイント取った後は一番警戒しなきゃいけない。そんなビリビリはいいんだよ。でこの先オンオフがあったもんな。ここ僕は一体何もしないよ。
え、さっきと変わってないの？普通右行っちゃって、パンタタム右行く、左行く、で右行けば問題ないのか。で、隠しブロックがあったよね。この隠しブロックを叩いておいたらトゲゾウが取れるっていうことなんでねえの。よしよしよし、デイキャップありがとうね、わざわざ50コインや2枚なんて設置してくれちゃって全く意味ないけど。で、これは叩いて食いに押されていけっていう感じか。何もしないのはまずい。右押しパリングはこれで問題だ。2分の1を外す天才かもしんない。そういや、来月の上旬、2月の上旬ぐらいにめちゃめちゃ重大な発表があるから、ぜひ楽しみに待っててください。まあ、悪いことではないからね。さあ、ここのブロックを壊していいのかい、このハリアなんで。さあ、こっちは左押しっぱでいいのかな。右じゃない、左押しっぱで問題ない。そうだろ、なんだと思う？みんなめちゃめちゃ言いたいんだけど、ちょっとそこまで秘密にさせてもらっていいかな。まあ、それに関するコメントがもし何件かあったとしたら1件ぐらいは当たってるんじゃないかなと思うんですけどね。ごめんね、ちょっとじらしちゃって。じゃあここはオンをしますと思ったけど、いや、これさ全然オンオフできるんじゃない？こっから右に。お前姿を現せって、ずるいぞ。そんな遠くから投げてくるなんてさ、これは、いや、死に耐久なんだけど、これ何もしないでいいんじゃない？そうしたら勝手にスパナに当たるよね。何もしなかったら当たりますねみたいな。いや、こんな死に耐久がもっと技術を要するような死に耐久を作ってくれよ。ぬるいね。分かっちまえば簡単じゃないか。ここは下に降りてオンオフが変わるのかい？別に変わらなくても先に進めるっていうもんさ。さあ、50コインの方にジャンプするでいいのかな。あ、これでいいんだね。ありがとう、50コイン。今日は君味方してくれるんだね。じゃあ50コイン、また次会ったら君を信用してみるよ。じゃあここはパンを叩くしかない。そして上に上に登れないよ。バケットパーンチ。何言ってんの。しか言ってねえじゃねえか。ただ息してるだけ。自供でもなんでもねえよ。さあ、このドアに入ってていいの？左の土管すげえ怪しいな。左のツタもすごく怪しいんだけど、まあ入れるもんに入っていこう。そしてここは僕は何もしない。石をよしよ。なんだよ、こっち来いよ。今石味って言ったじゃんか。もうそんなお預けみたいなことはやめてくれ。こっちもファンテガニャ。まったく恥ずかしい思いをさせやがって。罠が来るときはしっかり来てくれよ。じゃあここの下何があったんだろうな。あ、つららかな。この下多分つららあると思うよ。だから上に行って問題ない。さあ、この土管に入っていこうか。右も開きそうなんだけどな。あそこ中間が見えた。僕は何もしないでいいのか。僕は何もしないぞ、ここで。3時間ゲット。で、ゴープンコープってマジでどういう意味なんだろうな。さあ、なんか右にバネが出てきたね。あのバネは何なんだろう。まあまあいいや、まあいいや、こっちに進んでいく。さあ、このリフトを降りていきまさかな。またこっから罠が変わってるかもしれねえぞ。気をつけろ、この画面狂気が。じゃあここはすぐにジャンプして避けます。上からも何か来るんじゃない。さっき上ボム兵が降ってきたのにな。じゃあ次は魚がこっちに来ると思ったら来ないな。でも代わりに右に出てきたけど、それは避けることができましたよと。このハテナブロックなんだろうな。多分なんか隠してると思うんだけど。ちょんまげ。今ちょんまげって言って思ったんだけど、魚の上の部分があるじゃん。あれちょんまげに見えない？ちょっと見てて。ほらほら、なんかちょんまげみたいなのがあるでしょ。いや、ちょんまげってあながち間違いじゃないですね。さあ、2分の1どっちを信用しよう。先をよく見る。左上のブロックを壊さなくちゃいけないってことだから、こっちで間違いない。カポじゃないんだよ。いや待てよ、これ左で合ってたんじゃない？左のブロックを叩くとトゲゾウがこっち来たからすぐにジャンプ。ダイナダイナ、これでいいよな。さあ進んでいこう。君は何をしてくるんだい、スネオちゃん。乗ってみるけど特に何もならない。一番左で動くとかそういうこともないみたいだ。さあ進もうか。君は何をする？君はドリーロノになる。超今更だけど言っていい？僕の声って BGM に対して大きくない？それだけマジで聞きたいのよね。結構前からマイクを変えて BGM と声量のバランスが、うわ、これどうしよう。でもダッシュで行こうか。これで大丈夫だ。よし、あのパックを避けることができた僕は神様だよ。
神トラマンだね。みんなごめん、ちょっとここが気になってさ、オンオフしてもパックン落ちてこなかったような気がする。あ、やっぱ落ちてこない。ここはうまいわ。背景を綺麗に隠してるからさ、夜っていうのが気づかなかったね。さあ下に降りていきます。そしてこのハテナブロックを叩いていいのかい。僕は叩いて何もしないよ。さあゴールはそんなに遠くないはずなんだ。ゴールな見せろ。このブラックパッケージを近づけばいなくなるのかい。いなくなりそうにない。じゃあこの鍵扉に入ってリンクを通って押せっていう感じでしょうね。立てて。そんなうまくいかずないと思いますけどね。もう決めたよ。僕は今から喋んない。喋んないでゆっくりとこのゲームだけを楽しませてもらおうじゃないか。さあこの場所で何もしなかったらまっちゃんが降りてくる。そしてブラパを押し出せばいいだろう。分かってる分かってると思ったらなんで右に行ってるの。なら僕は遠慮なく君を奈落の底へ落とさせてもらうさ。さあお前は地獄行きか天国行きか。ドゥルルルルル判決地獄行き。ヤッハハハハハハ。お前はそこで一緒絶望と苦痛を味わってるがいいさ、うん、こっちが地獄かい。僕は走ってこのまま行けるのかい。 USA がいるって書いてたぞ。何を選べって言うんだ。ここでさマッチャンを取らないで USA のまま行くじゃん。でキラーに乗るのは分かったんよ。であのキラーに乗ったまま行ってもね絶対何か起こると思うよ。それがめちゃめちゃ楽しみなんだよな。普通は怖いって思うでしょ。でも僕は楽しみなんだ。何が来る。チョイスって書いてるの分かった。何かを選べっていうことなんだよな。多分この先にドカンかな。これ、うわ、これ2分の1、いや3分の1どこ。僕は青に行くよ。一番右怪しいもんだ。ここ、いや、これさ、どこ。それはずるいって。これどこはもしかしたら中間ポイントものしか全部あれねえじゃねえか。ってことはこれもしかして出た。これはずるい。全然フェアじゃないじゃん。ババ抜きだったらさ、ジョーカーだけ手元にあってそれを引かせて、後で普通の数字を自分の手元に戻すみたいな、そんなやり方をしてるのと一緒だよ。まあ、僕はジョーカー引きたがりだからいいんですけどね。いや、なんかわかんない。ジョーカー手元にあったら楽しくない。じゃあゴールって書いてる。下に降りたらゴールだろか。本当にゴールか。いい、スイッチはどこだ。よっほっほっほっ。でこれなんで書いてんだろう。 Is AT チェックポイント2。チェックポイント2になんかあるっていう感じかな。あ、これチェックポイント2じゃん。でこの上に行きますみたいな。いや、これ上行けんくね。なるほど、そういうバネだったの。でもさっきさ、あ、わかった。これチェックポイント2から戻ればもうすぐゴールできたっていう感じなんじゃない。でこれチェックポイント1ぐらいしか、いや、こっからもしかしたらゴールできますみたいな。やばんちゃうよね。さあこの先は何が来る。チェックポイント戻しだけはないでやってくれよ。もしも言えば永遠にスピン。全然意味がわかんない。ごめんね、意味わかんなくて。訳せたら訳しとく。なんかこれ新体機みたいなやつ。いやいや、これは面白いね。ジャンプしたらこのキノコが浮くから、どこまでやればいいんだろうな。これジャンプジャンプ。うわ、これ面白いね。あ、わかった。左上までやれば仮面が出てくるっていうパターンだ。いや、最後にこんな面白いの持ってきてくれちゃって。うちゃう。これ最後がね、難しいんだよな。最後っていうか、あの青ブロックのところ。ここで青ブロックが変わる。で、変える。で、ジャンプ。で、ここもジャンプ。いいね。で、これはお前邪魔すんだって、青ブロック。あれずるいでしょ。待って、今気づいた。あそこちくわブロックあるわ。だからあのちくわブロックに乗せろっていう感じなんじゃない。だからここでこういう風にな。これでいいんじゃない。知りたい救命士を舐めるぞ。まあまあ、チェックポイント話がないだけ優しいですね。本当にこれでゴールさせてくれとか、実は違いますよっていうこともありえるもんな。一旦ジャンプしてこれ右押しパン、やったー。いや、バグとか全然なかったんだけど、このね、アポツンさんが作るコースっていうのはめちゃめちゃ面白いのよ。これね、シリーズ7まであってどんどん面白くなってくると思うんだよね。だからまたこのシリーズやっていきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ作るコースは一発マリオスカルの階段 B1。 またマリオメーカー1です。マリオメーカー2の一発マリオのネタがもうないです。いや、マジで全然ないんだよね。まあこんな話を聞きました。投稿者がないってことは制作者もないみたいだね。いや、これからどうなっちまうんだろうって思いますよ、僕の動画。そんでこれは見てわかる通り、ドクロリフトに乗って針の間を抜けていけっていうコースなんですよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1% ぐらいだった。まあマリオメーカー1っていうのはマリオメーカー2より針の当たり判定が少ないんですよ。だから意外とサクッとクリアできるんじゃないかなと思うんですけどね。さあこのドクロリフトに乗っていこうと思ったけど、これ裏針隠れてない。これ乗れんの。ですよね。似たようなコース前にもしたな。じゃあ端っこで
チャンで乗る。で、ここから、ギュッ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 。キビキビ、これめちゃめちゃキビよ。これ乗ること自体はね、そんなに難しくないんだけど、ここから先めちゃめちゃむずいね。待てよ、ドクロレッドに乗って何もしなかったらいけるんじゃない？無理だよ、これさ、最後に針が2つあるじゃん、上の方。あそこに行ってもね、ギャーって引っかかる予感しかしないで、ここでジャンプ、来た来た来た、で、ここで来る、ギャーいや、マジで、わざわざじゃないんだって。ああなってしまうんだって。このコースマリオメーカー2だったら絶対クリアできないと思う。ここでジャンプ、そしてここからジャンプ。これ分かったかもしんない、最後まで行くじゃん。そしたら別にジャンプしなくていいんだ、このまんま。ね、でももう分かったよ。何がだよ。ちょっと無言になるわ、ガチで集中させて。最後のところ、あそこジャンプしなくていいっていうのは分かった。多分この辺からジャンプすれば大丈夫。よっしゃこれやってみるとめちゃめちゃ気持ちいいね。なんかトランプジャンプができたみたいな感じで自分が上手くなった感覚に陥ってしまうね。いや、やっぱマリオメーカーは面白いわ。どうもご視聴ありがとうございました。